皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、山新観光さんが企画した山形空港から富士山を周遊しに行くっていうイベントに参加しました。してます。でちょっといつも飛行機に乗るときにどうしても一人だったり、なかなかこうカメラを許可取って回すってことが難しいので、今回は特別に飛行機へのまあチェックインの仕方であったり乗り方であったり、あとこうちょっと裏側とかを撮っていきたいと思いますので、皆さんぜひ最後までチェックしてください。ということで、では、まず本来イベントでちょっと特別な、受付方法なんですけど、特別に、まあ、疑似体験、本当はこういう風にチェックインするんだよということでチェックインをしていきますので、じゃあどんな風に車椅子で飛行機乗るときチェックインをするのかっていうのをやっていきます。はい、じゃあ、はい、こんにちは、お願いします。はい、はい、お座りいただきましてありがとうございます。本日も飛行機にご案内させていただきますが、車椅子はお預かりをさせていただくようになりますので、はい、お乗り換えをお願いしておりますが、はい、お乗り換えはこちらでお乗り換えいただくか、飛行機の近くでお乗り換えいただくか、どちらかお選びいただけますが、いかがいたしましょうか。飛行機の近くでお乗り換えお願いします。はい、それでは飛行機に乗られるところでお乗り換えのご用意をさせていただきます。はい、で本日お座席ですが、前方2番 A の窓側でご用意させていただいております。はい、はい、ありがとうございます。これで何かご心配なことですとかございますでしょうか。は、もし乗り移るときにちょっとサポートしてほしいというときは、はい、サポートしていただけますか。こちらでございます。はい、椅子から椅子へのポイントはご自身で。はい、それは大丈夫です。はい、かしこまりました。はい、では飛行機に乗られるところでまたご案内をさせていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、行けるところまで教えてください。イベント参加者の方々も滑走路に降りて機体の撮影をできるのですが、私は特別に皆さんとはちょっと別行動で結構近くまで機体を見ることができました。嬉しい、すごい。羽の下だけちょっと入らない方がいいかもしれないです。景色飛びなんで、こう絶対見えてない。あ、はい、これが山形空港です。はい、入ります。入ってます、入ってます。すごい、わあ、すごい。左は貨物を運ぶ用ですよね。はい、そうです。これは点検かな。ブブー。人が乗りますよね。これから。皆さんはこれが何の働く車か分かりましたか？これから活躍する車です。冬に活躍する。じゃあもう冬、雪国ね。並んでますというか。あの飛行機に積もった雪を。落とす、これがバケットが上がるんですよ。はい、バーッと上がって上から除雪剤を。じゃあ南国にはないけど。ないです。あら、これも飛行機ファンにはちょっと興奮する。すごい。これこういうのって何免許で運転できるんですか？大型とか、あとは高所作業も必要。これも？これは校内での資格があれば OK です。あっちも？そうです。そうなんですね。機内用の車椅子に乗り換えていきます。受付の時に飛行機の横で乗り換えるっていうお話をしてたんですが、ちょっと予定変更で受付の前で乗り換えします。結構機内用の車椅子の方が
方が動きやすいので、私は機内用車椅子をがっつり押さえていただいて乗り移ります。車椅子も航空会社でそれぞれあるので乗り方もいろいろ変わってきますが、それはまた別の動画で。あとはスタッフさんの方から基本的には押してもらって移動するっていう感じです。はい、下がりますね。一番前の席は足元が広くていいんですが、通路側の手すりが上がりません。ただそこに入る入り方っていうのもありますが、そちらは別で撮影しているので、また完全版の方で配信していきたいと思います。ありがとうございます。はい、はい、押さえておきます。はい、はい、はい、大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあ富士山に向かって飛び立ちます。こちら槍ヶ岳です。また、諏訪湖が今日ははっきり見えております。あ、富士山近いですね。あ、富士山見えた。お誕生日おめでとうございます。ちょっとした気持ちですね。プレゼントをご用意しましたので、CA の笹の内さん、愛知県出身の帰宅部一等賞の方からですね、プレゼントを渡していただきたいと思います。じゃ皆さん拍手で、お誕生日をお祝いしてください。ありがとうございます。味木さんおめでとうございます。末永く長生きしてください。そんなこんなで山形空港にまた戻ってきました。おかえりなさいませ。一番最初に乗って一番最後に乗ります。荷物は高い。
けどを負ってからより一層形勢が強くなって、ぱっと見この人何してるのっていう感じなんですが、筋肉がカチカチさんで、ちょっとずつじゃないと足を曲げたり伸ばしたりっていうのができないので、すごく時間がかかります。腰回り、腹筋周りも形勢が強くなって、前よりより一層異常が下手くそになっちゃいました。ロック解除いたします。失礼いたします。はい、では進みます。失礼いたします。一旦前に進みます。ありがとうございます。ではバックします。こちら段差となっております。押さえておりますのでご安心ください。前向きでご覧させていただきます。今ということで富士山遊覧が終わりました、とても楽しかったです。周りの人たちもおばあちゃんとかめっちゃ興奮してたの見ても私もすごい嬉しくなりました。これはなんかね、飛行機なかなか普段乗れないな、旅行行けないなっていう人も多分楽しいし、初めて飛行機乗りますよみたいな人の練習とかにもなってすごくいいと思うので、ぜひ皆さん結構年何回かやってるそうなので、山新観光をチェックして富士山遊覧楽しんでみてください。はい、ということでこの動画が良かったと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。